神戸の老舗酒蔵、菊政宗主蔵が手掛ける日本酒と酒器がテーマの展示館が完成し、来月のオープンを前に内覧会が開かれました。神戸市東灘区の菊政宗主蔵の酒漬展示館では、菊政宗が所有する酒器にまつわるコレクション400点を展示しています。酒造りの歴史と器の変遷がテーマで、 4世ごろは大きかった器が技術が向上しアルコール度数の高いお酒が作られるようになると器が小さく変化していることを知ることができますまた江戸時代には焼き魚を酒に浸したり囲炉裏の灰に刺して厚漢にする器やおたふくが描かれるなど形に趣向が凝らされて味や楽しさを追求する器が誕生します 海外の観光客の誘致につなげ、日本史の素晴らしさをもっと感じてもらおうということで、発信拠点の強化をしようというものでございます。菊政宗酒造の杯展示館は、来月上旬にオープンする予定です。